昨日沼津市で行われた将棋の棋聖戦五番勝負第3局は藤井聡太七冠が勝利し、タイトル戦に王手をかけました。そんな中、対局で紹介された勝負飯を提供したお店では早くも反響が見られています。昨日沼津市の御用邸記念公園で行われた将棋のタイトル戦棋聖戦五番勝負第3局、藤井七冠の対局ということもあり、別会場では沼津市内のホテルに来ています。こちらの会場には全国から来た多くの将棋ファンが集まっています。こちらのホテルではプロ棋士による大盤解説会が開催されるなど盛り上がりを見せています。平日にもかかわらず用意された200席は満席となり、集まった人たちは2人の棋士の指し手を食い入るように見ていました。名古屋の対局となると第5局目になってしまって、もしかしたら来てくださらないかもと思って、まあ、確実に見させていただける第3局 の、 あの沼津のこちらの方に来させてもらいました。注目の対局は107手で藤井七冠が勝利、これで2勝となりタイトル戦に王手をかけました。全くも構想の立て方であったり、この局面の見方というのはやっぱりわからないところが多かったので、その一局通して難しい勝利だったなというふうに、はい、感じています。次回の棋聖戦五番勝負第4局は今月18日に新潟市で行われます。そして対局とともに毎回注目されるのが勝負飯。今回藤井七冠が選んだ勝負飯を提供したのは、沼津駅北口から徒歩でおよそ2分のところにお店を構える千楽北口店。勝林の味の決め手のルーはトマトがベースのこのデミグラスソース。昨日の対局から一夜明けた店内では朝から開店準備に追われていました。正直びっくりしましたよね。なんでうちなん、沼津ったらやっぱ魚介なんだよねとか思ったんだけど、ああでも選んでくれたんだ、嬉しいなと思って。今日はお客が増えると見込み、肉の量を通常の2倍に増やし対応するということで、朝から厨房は大忙し。増えてくれると嬉しいですけどね。しかも昨日勝ちましたからね、それがかなり大きいと思いますよ。11時の開店準備に追われる中、ここで思わぬ訪問者が来店。沼津市の文化振興課です。はい、お世話になります。昨日のお食事の皿をお借りしました。ありがとうございます。藤井聡太さんなんですが、はい、完食されたということで。ああそうですか、ありました。あ、はい、よかったです。藤井七冠が勝林を完食したことを知ると、大竹さんの顔に思わず笑みがこぼれます。いや、もちろんそれは嬉しいですよね。そんなにね、結構ボリュームがあるのに、藤井さんそんな多分テレビでしか見たことないけど、大きい体には見えないんで、あ、食べてくれたんだって感じです。開店間近になるとお店の前には人だかりが。客のお目当てはもちろん藤井聡太棋聖の食べてた勝林を久しぶりに食べようかなと。藤井聡太七冠が食べられた勝林を食べに来ました。昨日対局、棋聖戦を見て、で午後のご飯藤井さんが食べたって聞いたんで、ちょっと食べて帰ろうかなと思って。開店と同時に多くの客が入店。注文の多くが勝林のため、厨房では大量のカツを一気に揚げていきます。おいしい。濃厚で煮込んだ感じがして美味しいです。沼津に来る機会があったらぜひ来ていただきたいです。藤井七冠が食べたことで全国的な知名度になった勝林。この忙しさはしばらく続きそうです。